はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、なんというかね、えー、まあ、これもね、見てほしいんですけど、えー、元記事言って飛んでみてください。はい。えー、まあ、まあね、もうね、ビーフはあー食べない方が本当にいいかもしれません。えーとですね、市場にね、最近本当にたくさん出回り始めたみたいです。はい。 え何がかというと、ビーフですね。特にビーフ。はい。えー、磁石にくっつくビーフがあー出回り始めたということです。はい。字のシャクシャクにね、ぺったんこーってしてしまうビーフが非常に多くなってきたと。はい。理由は,は、ね、例のものを食べさせてるからなんじゃないかっていう向きがあります。そしてですね。 これ、まあ,あ、義務化されてます。お,おじいさんとか、にゅうじいさんの一部分で。義務化です。はい、義務化されてます。えー、なのでね、えー、もう、おじいさんとか、ね、にゅうじいさんとかの、牛肉はちょっとね、ちょっとって感じです。はい。えー、で、えー、まあ、あめちゃんもね、怪しいですね。はい、なんか、食べてる、ね、あれもありましたからね、そういうのも。 で、とりあえず市場にかなり出回ってるみたいです、そういうのが。でね、ここに来て、とんでもなくまずい動きがあります。じゃあね、和牛食べればいいじゃん、和牛って思うじゃないですか。ここに来て、なんと、和牛にもね、例のコロアンティーナの大冒険のね、おでんの具を、 食べさせようとする向きがございます。今、話し合い中だそうです。まあ、やられてますね。はい。と、これはね、特になんか胃、胃のわて、井のわて剣みたいなんですけど、胃のわて剣。はい。井のわて剣の和,和牛だそうです。はい。えー、なのでね、もう、私ね、まあ、 ほとんどね、えビーフは食べてないんで、あれなんですけど、一年に一遍ぐらいねえ、たまにね、あの、A、A&W とか行ってねえ、バーガーを頼むことがあったんですけども、も無理ですね。はい。はい。まあ、あそこ、あの、大豆バーガーとか置いてあるんで、まあ、頼むとしたら大豆バーガーかな。はい。 ええー、まあ、そういうことです。それか、フィッシュバーガーかねえ。どちらかになるでしょうね。はーい。ええー、まあ、残念なことに、ヌッポンでも、そういう動きがあるということです。今、話し合い中だそうです。えー、例のね、ブツを食べさせるか。はい。まあ、これは、イノワテ犬なんですけど、多分、イノワテ犬でやったら、ほぼほぼ次々にやり出すでしょうね。 はい、ええー、まあ、簡単な理,理由は簡単で、日本の人たち、はい、頭がね、ちょっと、うーんって感じの方がね、多くなってますから、よく考えずにやってしまうんじゃないんでしょうかね。はい、そういったね、えー、そういったことを、はい。どん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 食べ物がやられていますよということです。 ででね、えー、ムッシーですねムシす特にねまあブリテンの方もブリテンだったかイタリアだったか忘れたんですけどあとりあえずねあの言ってましたねはいあの日本は特に標的だとはいこのムッシーのねはい理由は簡単で、えー、ほぼほぼ抵抗しないからだそうです。 はーい、ノーと言わない人が多いからだそうです。はい、そういうことでございます。はい。えー、なのでね、えー、きちんと嫌なものは嫌と言いましょう。はい、えー、すべてにおいてこれね、基本です。はい。基本なんですよ。えー、ヌッぬっぽんがね、ここまでおかしくなった理由っていうのはそれなんですよ。はい。ノーと言えないっていうのがまずいんです。はい。 えー、ノーと言えばいいんです。別に言ったってね。はい。言ったって、あのー、悪いことは起きません。はい。私なんかノーって言い続けてきましたから、はい。それでもちゃんと今生きてます。健康で。はい。<laughs> そういうことでございます。もういいんですよ。人からね、なんて思われようと。はい。人からなんて思われるかが大事なんじゃなくてね。えー、自分がどう思うかが大事でございます。はい。えー、そしてね。 自分がどう思うかとプラス、えー、これがね、えー、すごいね、えー、ちょっとスピケ入るかもしれませんけどお、天がどうご覧になるかです。はい。いわゆる神様がね、えー、どうご覧になるかです。はい。えー、そういうことです。まあ、謙虚になってね、えー、人間よりも高い存在がいるということを認めてね、 えー、嫌なことは嫌っていうことなんですよ。はい。人間が一番上だと思っちゃうから、ああ、変な話で、ね。えー、同調のね、圧の力力に負けてね、嫌なことでもはいはいって聞いてるんでしょうけど。はい。人間が一番上じゃないですから。はい。そういうことでございます。えー、まあ、この辺もね、まあ、ちょっとね、えー、 まあ、日本人はね、割と唯物論の方が多いんで、まあ、ね、はい、えー、遺物論の方多いですよねえ。そういうことなんです。はい、自分のね、えー、なんていうのかな、心の中にね、宿っている両親とか神様とかね、そういったものをね、大切にしていきましょうということです。そしてね、嫌なものには嫌って、ノーって言いましょうっていうことです。 えー、夏なら人間がね、一番上じゃないからです。はい。人間が一番上だったら、あそういう圧力にね、えー、負けるっていうのも構図もね、えー、わかりますけど、そうじゃないんでね。はい。えー、まあ、そういうことでございます。ノーって言えない。これが全ての現況を招いていますね。 はい。まあそんなこんなで。まあ話ずれちゃいましたけど。えー、こちらのね、記事も貼っておきますのでね。ぜひぜひ皆様見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。